新澤俊彦、中川博隆、トークセッション僕たちの歌。亀の遠足は3日前から龍作にお菓子を詰める。亀の大好きなチョコレートはベタベタ溶けても食べられない。のんびり行こう、のんびり行こう、急いで行くとすぐ終わるだろう。のんびり行こう、のんびり行こう、ゆっくり行けばまだまだ続く。亀の遠足は夜明け前からみんな集まるバス停に向かう。お昼になってやっと着いたらみんなとバスはもういなかった。はい、のんびり行こう、のんびり行こう、急いで行くとすぐ終わるだろう。のんびり行こう、のんびり行こう、ゆっくり行けばまだまだ続く。お昼ご飯をバス停で食べて、そろそろ山へ向かいましょうか。足取り軽く口笛も出る。山に着いたら何をしようか。亀の遠足は夜になっても山にはとても届かなかった。明日があるさ、星も綺麗だ。亀は眠る山を夢見て。はい、のんびり行こう、のんびり行こう、急いで行くとすぐ終わるだろう。のんびり行こう、のんびり行こう、ゆっくり行けばまだまだ続く。のんびり行こう、のんびり行こう、急いで行くとすぐ終わるだろう。
のんびり行こう、のんびり行こう、ゆっくり行けばまだまだ続く。はい、雨の続く聞いていただきましたけど、わあ、はい、これあの代表作だと思ってますよ、僕結構この歌。僕たちの代表的なバラードということでもなく、いや、そうそう、そうやって冗談でステージで言うけど、うん、僕の中ではこれとても大切な歌で、なんかこの歌に似た歌はないって感じがすごくしてて、物語性がある、本当に一個のストーリーを追っている歌ってあまり書いてなくて、実は、うんうん、いわゆるバラードね、そういうのバラードって言うんだよね、ジョージシーだからね、うんうん、そう、それでいてサビがずっと同じっていうストーリーがあるのに、うんうん、これすごく変わってて、あ、よくこの歌よくできたなって思ったのと、それからこの歌とおじいちゃんちの亀が2曲ともこういう曲って思ったの、うん、中さんが曲を書いてきて、もうこの詩はこの曲を待ってましたっていうか、うん、もうこの曲以外はもう本当に考えられないっていうふうに、あの曲がついた時に思って、うんうん、なんて自然にこんなスタンダードな曲がつくんだろうと思って嬉しいなと思ったのをよく覚えてますね、うん、はい、あの歌唱もそうだけど、ものすごく亀になってますよねこれってさ、曲書く時も亀になってたのかもしれないな。だからそれぴったりっていうのは、あ、本当にぴったりと思いましたね、うん、でこれね、ある時あの昔中川さん と、子供と作る生活文化圏っていうところに中さん誘われて僕も参加したりとかしてて、いろんな人と知り合ったりとかしてたんだけど、そこに弁護士さんがいてね、その弁護士、山田さんっていう人権派の弁護士さんがいて、亀の演奏を聞いて、僕はこの歌が大好きですって言ってきたの、で、あ、そうなんですかって言ったら、この歌は自立の歌ですよねって言ったの、はあ、で、だからその人、ね、人と自分のペースが違うけれども、うん、自分のペースを守って、うん、僕は自分のこう幸せを生きていくみたいな感じがとてもするんですって言われて、うん、そういうふうになるほどねと思って、面白いと思いましたっていう意見もありながら、うん、ある人はリンゴの木に勤めていたあのミキ姉ちゃんっていう先生ですね、うん、この歌は悲しくなるんですって言って、うん、結局友達とは遠足に行けないんですよねって言ってなんかねで、一人で行ったわけでしょ、バスに乗れなくて、だからなんか悲しいなっていつも思っちゃうんですって言われて、なるほどねって、あのいろいろだな、解釈がね、うんうん、でもなんか、あ、僕は書くときにこう思ってって書いたわけじゃないの、本当にただ物語がこうあって、でも亀は亀なりに、あ、夜になって、あの明日もまた歩こうって思ってるっていう感じで書いたんですよね、うん、だからみんなもそうしてとか励ますとかそういう気持ちですごくいたわけじゃないんですよね、うん、だからよく来てくれていいなと思うんだけど、これをあのお産の時にお父さんが分娩室にこうカセットを持ち込んでこの歌をあの、ね、苦しんでる、ね、あの奥さんに聞かせて慰めてあげようと思ってかけたんだけど、まだまだ続くっていうフレーズでもう頭きたって言ってましたあの奥さんがの方がいるでしょ、奥さんの、うん、そうだよね、うん、だから TPO 大事にしないで流れてるのは長谷さんのこの声だったんでしょそうかね、本当だよな、はい、イライラしちゃうよな、うん、という、うん、あのステージでも2人でよく歌う歌です ね、この間の最近のコンサート2番がすっかり歌詞が飛びましてあのことあるよね、そのコンサートの中で一番面白いシーンになりましたけどね、うん、まあまあそう珍しかったよね、うん、あれだけね、だから他の曲は全部歌詞ちゃんとさ用意してやってさ、うん、それ見ながら歌ってるんだけどさ、うん、これはもう絶対の自信があるもんだから書かないで言ったらあんなことになっちまう、ね、でリハもしなかったしね、だからね、そういうこともあります。この演奏が非常にシンプルで、うん、ね、あ、この CD ね、 CD の方の、うんうん、アレンジ面白いね、少ないけど
一個ずつの音がすごく存在感があるっていうアレンジになってますね。そうね、ポコとかギュッとか、ね、だすごくあの生き物感が出てる、本当に生き物の感じ、うんうん、まあ歩いてる感じも出てるのかな。そうそうそう、だすごく有機的な感じがすごくいいなと思いますね、うん、長瀞の田舎の音も聞こえて、うん、そうね、たまに走る車の音をこう、ね、うん、録音したんだなあれ、うん、ということで、はい、亀の遠足でございました。